こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介するのは、この製品。スマホを大画面にする拡大鏡ということで、お持ちのスマホ。まあ、いろんな画面サイトのスマホありますけども、文字が小さくってちょっと見えづらいな、みたいな時でも文字が大きく見える。あの、これね、もちろんこうやって手で 拡大すれば大きく見えるわけなんですけども、全画面を見ながら大きく見えるということで考えたのが、この拡大鏡ということなんですね。早速どういう製品か開けてみてみましょう。このようにビニールのパッケージに入ってますから、これを開けるわけですが、ここにスマホを止めるものとか、この組み立て図がね、あるわけで、組み立て方、この絵を見ながら組み立てていきます。 入袋から取り出しました。袋から黒いシートを取り出して、組み上げて土台としますということなんで、どうなってんのかなここが爪がありますね。この爪に対して、このスマホ縦を縦、谷折り、谷折り。で、穴が2つあって、こうですね。 なかなか動画で説明しづらいかもしれませんけれども、ひとまず組んでみます。スマホ止めを立ち上げてください。そして、爪位置を、これですね、爪位置を穴位置にこう折り込んで、こういった形ですね。はい。これで、こういったスタイルにします。そして爪、爪に穴位置穴にという関係なんですね。これが爪に穴にですね。 これを差し込んで立ち上げますか。外側から差し込んで立ち上げます。とありますね。手元にあるこれレンズ掛けというらしいんですが、ここにレンズが来るわけですね。ルーピが来るので、ここにレンズを置いて、ここにスマホが来るといったイメージで完成しました。この時に外側のこの爪、 には、外側のこの板が、こっちが正解で、こっちは不正解ですね。逆に、この面が見えてること。この外側の面が見えてることが、これが正解ということになりますね。で、ここに健康のプレミアムルーペが入ってますから、このルーペを取り出して、これがね、ルーペになってるわけですよ。視野体との距離がある程度あると大きく見える。 ということでね、はい、こういったスタイルで組み上げていきます。実際はこの画面をつけて、今、はい、この健康と機能のホームページの画面になってますけども、ここでスマホを置いて、 ししましたねここにね、スマホ止めの谷折りのやつがあるんですね。これを忘れずに起こしておきましょう。これがないとスマホがずっこけちゃうということで、これで実際は完成で、この状態でスマホを置くと、ほら、このように置けますから、滑らずに置けますから、ここで前にルーペを置いて完成ということですね。 スマホを大画面にする拡大鏡ということで、これ斜めからじゃなくて真正面から見ると、ほら、このように綺麗に大きく見えることがわかります。ルーペなんで、ルーペに近づいてみるとそれほど大きくないんですが、こうルーペから離れて見ることで、ほら、綺麗に大きく見えるということがわかりますね。見る位置とか、あとはこのスマホとルーペの距離みたいなところが重要だったりしますから、こういう形で組み上げて、 はい。こうしてみると、小さい文字まで大きく大迫力で見ることができますね。副大鏡の見えるサイズは2倍ということで、やはり結構な迫力で見ることができますね。今回使ったスマートフォンのサイズよりも、もちろん大きいものを使うと、なかなかこれね、全体見えなくなる可能性もあるんですけども、こういった具合で見ることができますね。 このスマホの画面がこのスマホを大画面にする拡大鏡を通してみるとこのように大迫力で見ることができますね。スマホで動画を楽しみたい方、あるいは細かい文字も全画面で見ながらチェックしたい方におすすめです。ぜひこの製品チェックしてみてくださいね。